はいどうも、私は、日本サウジアラビア e スポーツマッチの会場に来ております。こんなところです。サウジ e リーグと呼ばれるこの建物ですね。この中で行われます。今ね、準備中なんでちょうどいいですね。ちょっと見てみましょう。はーい、 Good、 Thank you。 で、この俺が入り口となってます。はい、でこのようなあの感じになってですね、まあいろいろ紹介していきましょう。ここはですね、来場された方々がまあカジュアルにできるゲームのコーナーとなっております。やっぱサウジは緑、国旗もねそうですけど、あのサウジといえば緑という色のイメージがあります。お、これがサウジの選手たちでしょうか。そしてここが会場です。もう準備万端でしょうかね。かっこいい。日本サウジアラビア e スポーツマッチのサウジラウンド、こちらで行われます。で、まあお客さんの席があったりとか、このクレーンあったりだとか、クレーンの根元にはダンベルあったりだとか、バーベルか、プレート。ここはいろんな e スポーツのイベントやるんでしょうね。で、こちら、プレイヤーの控え室へ行ってみましょう。そして今日はこちらにケータリングがあります。食べたい放題ですね。フンムスなどなど。そしてこちら2階がプレイヤー控え室となっております。はーい、やーで、こちらプレイヤーエリア、こちらおそらくサウジ側の選手が あちらにいらっしゃるんじゃないでしょうか。で、こっちが日本のプレイヤー e フットボールお三方です。控室です。はい、YouTube 用ですので、ありがとうございます。で、こちらは KOF は今回ラギア選手が来れなかったということで、まあどちらかが2回出るということを聞いております。ありがとうございます。で、こちらが格ゲーエリアですね。さあ、こちら2階からの景色でございます。今ジェスのお偉いさんたちがおそらくご挨拶タイムでしょうか。あとね、1時間2時間ぐらいしたら、e スポーツマッチ始まると思います。日本サウジアラビア e スポーツマッチの会場、サウジ e リーグからお伝えしました。それではまた。みんなユニフォームです。